始めたいと思います。ただいまから、感謝状の贈呈式を行います。本件は、カモメタウンを通じて、特殊詐欺抑止にご協力をいただきましたオズアカデミー様に対しまして、緑警察署長から感謝状を贈呈させていただきます。感謝状オズアカデミー女子プロレスとの非団体は特殊詐欺抑止対策の実施にあたり一日警察署長および一日郵便局長として地域の防犯意識の向上と犯罪抑止に貢献されました。ここに感謝の意を表します。令和2年8月13日神奈川県緑警察署長です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、この工事マンだよ。かぶれてる時間ポリスです。尾崎には必ずポリスをセットなのか。緑郵便局報道による特殊詐欺抑止対策カモメタウンをご紹介を行います。カモメタウンは郵便局によるハガキを利用した事業の一つで、指定したエリア世帯にダイレクトにハガキを配達するというサービスです。平成27年からは緑区内の協賛企業の協力のもと、緑警察署と共同し特殊詐欺抑止に特化した内容をハガキに記載して高齢者世帯に配布し、特殊詐欺抑止に貢献しております。さらにオズアカデミー女子プロレス様のご協力をいただき、盛大に実施することになりました。それでは一日警察署長の委嘱を行います。委嘱状尾崎奈美里。令和2年特殊詐欺抑止対策の実施にあたり、緑警察署の一日警察署長を委嘱いたします。令和2年8月13日神奈川県緑警察署長よろしくお願いいたします。続きまして一日郵便局長の委嘱を行います。ありがとうございました。アジャ局長、西入局長、お席にお戻りください。それでは一日警察署長の尾崎様より一言いただきたいと思います。皆様こんにちは、緑警察署一日警察署長の尾崎真由美です。制服は似合ってますか？本日は大役を任されましたので、一日警察署長として一言お話をさせていただきます。私自身、緑区に住んでおり、代表を務めているオズアカデミー女子プロレスの事務所もここ緑区にあります。ですからこの町に何か恩返しできないか、またオズアカデミーとして女子プロレスラーとして何か社会貢献できないかと常に心から考えていました。
そんな中、緑郵便局さんから今回のお話をいただいて、ぜひ緑区民の方のお役に立ちたいと思い参加させていただくことになりました。特殊詐欺については皆様ご存知の通り、ニュースで見ないにはないぐらい社会問題になっております。ここ緑区だけで今年だけで4000万以上の被害があると聞いています。本日一日警察署長を任されましたが、今日一日で終わることなく、特殊詐欺の被害防止、犯罪被害の防止について団体を挙げて取り組んでいきたいと思います。安全で安心な緑区のために皆さんで力を合わせましょう。緑郵便局菊池郵便局長の阿城剛です。今回は、緑警察署緑郵便局合同の特殊詐欺対策に参加させていただき誠にありがとうございます。また所属するゴズアカデミーの事務所があるここ緑区でのこのような活動ができることを嬉しく思います。特殊詐欺につきましては、科学で書かれている通りキャッシュカード、指向型という被害が大半を占めていると聞いております。犯人が言葉巧みに高齢者を騙して自宅に訪問し、キャッシュカードを騙し取るという手口です。科学に書いてあるキャッチフレーズ通り、電話でキャッシュカード、おいそれ詐欺だろ、これを、これを合言葉としてですね、緑区民に広め、一人でも多くの人々を特殊詐欺被害から守りましょう。最後に一言、電話でキャッシュカード、おいそれ詐欺だろ、ということで皆さん、ぜひとも、特殊詐欺犯には、会わないように、そちらのお母様、何卒よろしくお願いいたします。